カンポサントはイタリア共和国エミリアロマーニャ州モデーナ県にある人口約3200人の基礎自治体である。地元の言葉では以下のように呼ばれる。イタリア語のコンピサントは文字通りに訳せば成人ののであるが一般に墓地を意味する言葉である。この土地の元々の名前であるラテン語のキャンパスサンクトゥスはおそらくこの土地を領有していた。 フェラーラの三ィ区に由来する。モデナ県の北東部に位置するコムーネで、県とモデナから北東へ、約2 3トル、ミランドラから、東南東へ、約1 2トル、フェラーラから、西南西へ、約3 8トルの距離にある。ボローニャ県との県境となっているパーナロ川の左岸に、東西に長く広がっている。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、某は、 ボローニャ県所属。カンポサントには以下の分離集落がある。1743年2月8日、オーストリア継承戦争の中でカンポサントの戦いが起こった。2012年5月20日、この町の付近を震源としてイタリア北部地震が発生した。他のモデナ県北部の自治体と共にモデナ北部自治体連合に参加している。 この自治体連合は2003年に結成されたもので、本部はメドラに置かれている。ありがとうございます。